お花、どんな風に飾るのかな。さあな。後で見に行こっか。もしかして迷ってる？お届け先はリーフハウスだよ。お花枯れちゃうよ。もしかして迷ってる？いいな。野菜さん、話しかけるといいんだぜ。その調子だぞ。勉強好き。お兄ちゃんがくれたもん全部読むんだ。文字を覚えれば本が読めるぞ。野菜さん、専門書だって読めるぞ。いいな。こうかな。その調子だぞ。文字を覚えて本を読むんだ。文字を覚えれば本が読めるぞ。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。まだか。しばらくかかりそうだな。待つのは苦痛だ。まだか。しばらくかかりそうだな。待つのは苦痛だ。お花、どんな風に飾るのかな。さあな。後で見に行こっか。
早く夜にならないかな。もしかして迷ってる？お届け先はリーフハウスだよ。お花枯れちゃうよ。お、いいな。その調子だぞ。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら？まだか。しばらくかかりそうだな。待つのは苦痛だ。野菜欲しいのか？美味しくなってね。野菜さん、元気に育ってね。勉強好き。いいな。欲しいのか？こうかな。お、いいな。文字を覚えて本を読むんだ。野菜さん。
ルが来るの待ってるんだ。ここは町内会の建物だよ。町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。あんたものんびりしていくかい？ここは町内会の建物だよ。町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。あんたものんびりしていくかい？ミッドガルに来た頃はまだ半分しかプレートがなくてな。本当に？ああ、俺がこの手で作ったんだぞ。じゃあ空は？もちろん見えたさ。6番プレートが落ちたときは、それはすごい騒ぎでね。プレートって落ちるの？あの時だけよ。今は大丈夫。俺がミッドガルに来た頃は、まだ半分しかプレートがなくてな。本当に？ああ、俺がこの手で作ったんだぞ。落ちるの？
仕事ってなんだろうな。知ってる？プレートっておじいちゃんたちが作ったんだよ。